遊べる量入っていますという言葉ほどいい加減な言葉はない。早速確認したいと思います。レゴ好き集合。前回紹介いたしました鉄道の駅があまりにも小さかったため少し大きめな駅を紹介しましょうということで、商品番号7937シティトレイン、シティの駅。発売されたのは2010年。箱はかなりベコベコですね。まあジャンクなので仕方ないです。これはいつもの知り合いのお店で購入したものではないのですが、そこそこ重たいので揃ってそうな予感。価格は4530円。なんで中身を確認しなかったんやろな。白色ブロックの色焼きが心配ですが、どんなもんでしょう。これはまた懐かしいものが来ましたね。本当によく見つけますね。パーツは丁寧に仕分けされておりまして、パッと見た感じでは揃っていそうなパターンでございます。仮に欠品があったとしてもそれほど欠品があるわけではなさそうです。ブロックをカラー別に仕分けているところなどがお店の仕事に対する几帳面さが伺えますよね。それでは少しパーツを見ていきますと、ジャンクで一番気になる白色ブロックパーツですが、綺麗ですね。色焼けなどもなさそうで、この段階で当たり確定でございます。そしてミニフィグもすべて揃っておりまして、赤色ブロックも綺麗ですよね。そしてクリアパーツ、透明の窓ブロックなどですね、これも鮮明で良いのではないでしょうか。駅に必要となりますレールもしっかり揃っている感じで嬉しいです。まあ実はレールは別に持っていたりいたしますが、今回それを開封しなくて良さそうです。ちなみに前回紹介いたしましたレールとこのセットのレールはタイプが異なりますので、その辺も後で触れていきましょう。ということで完成。見た感じからも前回紹介いたしましたものよりもかなりグレードアップした駅ですが、当時は買わなかった一品。ホームからホームに移動する立橋などもあり、駅に必要な要素は一通り抑えている感じではありますが、かっこいいかと言われるとごめん、正直な感想を言いますとザ・普通。一言で言いますと惜しいデザイン。販売機や売店もあるなかなか良いセットなのですが、数多く販売された駅と比べると少し見劣りするかな。また他の駅のセットもいろいろ持っていますので、そのうちやりましょう。少し辛口入りましたが、もう少しこのセットを深掘りして見ていきましょう。この頃の時代になりますと、列車の長さを意識した駅もバラエティ豊かにセットがリリースされておりまして、レゴシティの鉄道もかなり発展している感があります。駅には売店もあるなど、それなりに充実しておりますね。この頃はまだ 1×1 丸タイルパーツが存在していない時代ですので、ドリンクの表現に時代を感じざるを得ません。建物の形自体は改めて見ましても、だいたい今の時代と基本は大きく変わらない感じですね。そしてこの売店は駅から自由に分離ができますので、売店がないバージョンや売店も自由に組み替えてみたりと、いろいろと自由度が高め、この頃からモジュールの基本形態が完成していたと言えますね。ペグパーツは便利アイテムですのよ。駅の方はホームと立橋がメインとなっておりまして、路線図や券売機なんかもありますが、立橋が少しなんだろうな、まあここの立橋はいろいろなんか惜しくて、もう少しスタイリッシュに組み替えるなどした方が良いですね。なんだろうな、柵が低すぎるのが良くないのかもしれませんね。言っちゃうと正直ダサい。ホームをもう少し長くするとまた見た目も変わってくるとは思いますけどね。券売機は可愛いですが、改札などの類はないです。いろいろとローカル感が強い駅でございまして、北海道の田舎とかにこんな感じの駅あるんですよね。駅にはタクシーも迎えに来てくれるなど、ゲイが細かいですね。タクシーは4幅サイズで運転手含めて2人乗れる仕様ですが、これは親子で旅行来てもタクシーは利用できません。まあレゴシティはそんなもん。車は6幅4人乗りにしますとワゴンみたいになるから難しいよね。サイズが大きくなりますからね。と言いますか、このタクシー帽子かぶっているミニフィグが乗ると天井が閉まらないんですね。ここは少し残念ポイントです。レゴの車あるあるではありますが、自作をおすすめいたします。ビルダー観点からのおすすめといたしましては、このセットは駅という性質上から大型プレートが大量に手に入るところが建物ビルダーには嬉しいところ。
赤色窓パーツもありがたい。続いてはミニヒグ、4体のミニヒグが付属しておりまして、駅員、タクシーのうんちゃん、そしてお客さんが2体。ここで嬉しいのは男性のお客さんのミニヒグ。ミニヒグそのものはどこにでもあるモブキャラなのですが、このミニヒグが背負っているリュックが南海の勇者総督軍のあのリュックなんですよ。今やめっちゃ入手困難ですので、これはかなり嬉しい。やはり時代を感じますね。シティの住人も増えていいことずくめ。だいたいシティ集めていると無駄に警察やスタントマンみたいなミニヒグばかりが増えるからね。何の変哲もない役割のミニヒグは貴重。ニート万歳。セット紹介から外れておりますが、確かに画面のリュックは貴重なアイテムですよね。中古屋さんで見かけたら買うことをおすすめいたします。南海の勇者の総督軍、集め出すと地獄を見ますので、夢ブルーマンの真似はいたしませぬよう。動画冒頭でお伝えしておりましたレールパーツですが、こちらのセットは直進のレールが4セットついております。画面のレールは2つつなぎ合わせたものです。レゴのレールはつなぎ合わせを外すときになんか怖いのは私だけでしょうか。割れそうで怖いです。なんか嫌な音ですよね。これ茶色パーツだったら絶対割れるやつですわ。線路パーツは孔明の罠だってブルーマンが言ってた。つなぎ合わせ部分が細かい挙句に細いから耐久性はあまり信用できません。今のところは破損はしていませんが。もちろんつなぎ合わせもスムーズに行えますが、なんか見ていて不安になります。あまりごちゃごちゃ組み替えたくないのがブルーマンも本音でしょう。そういえば前の鉄道150周年動画ではレールに触れていませんでしたわね。前に紹介いたしました SL のレールと比較してみますとこんな感じですね。線路の幅は同じですが、レールの仕様がそれぞれ全く違うものとなっておりまして、つなぎ合わせることはできないです。見た目はどちらもレールですが、根本的に全くの別パーツです。そこは残念ですね。つなぎ合わせが可能なら、昔の線路と合体させて、長い鉄道を作れるのに、現実は線路は続かなかった。そもそもどこまでも線路が続くわけないんだな。何事にも終点があるんやで。レトロな駅を新製品で期待したいところですが、望みは薄いかな。ということで今回はここまで。最後までご視聴ありがとうございます。高評価チャンネル登録をお忘れなく。このチャンネルはレゴに関する動画を定期的に上げておりますので、レゴ好きの方はぜひ登録していってくださいね。コメントも大歓迎です。リクエストなども受け付けておりますよ。それではまたお会いしましょう。Have a nice Lego。